ついでに体の少しだけ動かします。もしよろしかったらお客様もご一緒に結構です。だんだんの形になります。あいあい傘なんというご注文いただいたといたしますと、短い時間で雨の中で2人ずつで長い時間はかけないようあっという間にね形が出来上がります。何かハサミを動かしてますけれども、ハサミより金の方を余計に動かして、短い時間で形は出来上がります。あいあい傘2枚目から今度は、はい、風鈴屋さん、いろんな話をしようと言ってましたけども、風鈴屋さんはほとんど喋れませんでは風鈴屋さんね、こんな感じですかね。予想外でしたね。こんな話とかあんな話とかいっぱいしたい話あったんですよ。全部飛んじゃいましたね。もう今日はそれを話すのがもういっぱいいっぱいですね。ではこんな感じでいいですかね。さあこれで、切り終わりました。では、こんな感じですかね。風鈴屋さんというご注文ね、ご注文の風鈴屋さんはだいたいこんな形でいかがでしょうかね。ありがとうございます。はい、これはご注文なさった方どうぞお土産にしてください。はい、どうぞ。はい、どうもありがとうございます。いつもすいません、ありがとうございます。さあ、お後が何でしたっけ？はい、あ、入学式ね。入学式というご注文。はい、ではご注文の入学式ね。はい、ではハサミを入れてまいりましょうね。え、なんすか？桜の花を入れてね。はい、わかりました。はい、どんどん、なんか注文が増えてきそうなので。早く切りましょうね。はい、ではこんな感じでいいですかね。さあこれで切り終わりました。では入学式ね、桜の花も入れてというご注文ですから、坊ちゃんとお母さん入学式こんな形でいいですか、ね、はい、ありがとうございます。